マスダ岩泉西面マスダ岩泉は奈良県柏原市、白梶町にある石造物。奈良県指定史跡に指定されている。亀石や坂船石などと並ぶ飛鳥の石造物の一つで、その中でも最大のものである。南面東面北面柏原ニュータウン内、白梶南小学校の西の丘陵町上付近の斜面にある。東西約11メートル。 南北約8メートル、高さ約4.7メートルの台形状の皇室の石英戦力岩で、東西の側面はほぼ垂直に切り立っている。上部から側面にかけて、幅1.6メートルの溝が東西に掘られている。この溝に一辺1.6メートル、深さ1.3メートルの方形の穴が1.4メートルの間隔をあけて2つくり抜かれている。 岩の重さは約160トンから500から600トンなど小説あり、かつては他から運ばれてきたという説もあったが、現在では最初から今の場所にあったと考えられている。また、下部には深さ10センチほどの格子状の溝が掘られているが、これは表面を平らにするための加工法が途中までされたものとみられる。文献などが残っておらず確かなことは不明だが、江戸時代には、 観光地として存在が知られていた。岩の加工法や穴の差しなどに古墳時代最末期の特徴が見られるため、7世紀頃の建造と推定されている。石碑の第一説先生術用の観測大説仮想墳墓説物、県大説予告知識せっかく説。ありがとうございます。